はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、マイチンと一緒にちょっとね、家系の撮影に伺おうかなと思っております。はい、本日はですね、都内に来ておりまして、場所で言うと上野と秋葉原の間ぐらいですかね。その場所でピンとくる方もいらっしゃると思いますけれども、大戸屋直伝のね、家系東京さんで美味しいね、家系ラーメン食べようかなと思っております。ちょ、前回ね、ここら辺で撮影した時に昼飯に食いに来たんだよね。熱海に来ましたね。そう、撮影外で、それがめちゃくちゃ美味しかったんで今日は、撮影でね食べようかなと思っておりますけれども、もうお店見えておりますね。本日の目的のお店見えてきましたよ。ちょっと後ほどね、改めてシャッター開いてから外観は撮るとして、こちらが本日の大戸屋さん直系の家系東京さんですね。まだオープン30分前なんで、とりあえずポールポジション PP というね、一番のね座席でちょっと残り30分待ちたいと思います。はい、ということでですね、本日のこちらお邪魔させていただきました家系東京さんの、まあ、オープン時間になりまして、もう店内に入っております。で、今回はですね、いつも通り、まあ、いつもの家系ラーメン撮影通りですね、まずは1杯目、通常のラーメン、まあ、ちょっと違うのが1杯目からもう大盛りで注文したんですけど、で、2杯目にチャーシュー麺にいろいろね、自分なりのカスタマイズを施した僕の家系東京大盛りでね、いただこうかなと思っております。でもね、すごいね、やっぱオープンからもう外待ちしてるわ。いやー、そう、すごいっすね、まあ、ここめっちゃうまいしね。うまいっす、うまい。前回も食べた時に俺も食べるの早いじゃない、でも毎日うまいからさ、同じぐらいのタイミングで完食したもんね。ああ、まあそうですね、めちゃめちゃがっついてたから、まあ、本当にね、こう皆さん、あの東京とか都内来る際には美味しい家系がね食べられますので、ぜひ来ていただきたいんですけど、とりあえずね、一杯目のラーメン来るまでもうちょっと待ちましょうか。待ちましょう。はい、むちゃくちゃ今いい香りしてるけど、やばいなこれ。なんかもう撮影の時毎回そうだけど、絶対朝なんかまず食わないからさ。そうですよね、今日一食目なのよ。一食目の家系って最高にうまいよね、この大戸屋さん系の家系っていうのかな。はい、基本的には他の家系のお店さんに比べてもガラの量が多くて、結構ねスープも濃厚なんだけど、醤油感の濃さっていうのかな、ほんねパンチが超強いのよ。なるほどね。まあ、多分前回味わってね、なんとなく体感してるとは思うけど、もうとにかくね、一口目がえぐ。楽しみです。すいません、お待たせ。すいません、ありがとうございます。いただきます。まあ、うまそう。いただきます。やっぱスープ濃厚ということで、本日の1杯目ですね。今回ね、1杯目に注文したのがラーメンの大盛りになりまして、でおそらくですけど、このサービスでねちょっと味玉もつけていただいております。まあ、とりあえずね、もう1杯目にやっぱりまずこの白いライスということで、家系といったら、はい、家系といったらこっちもね大盛りで注文しますんで、はい、じゃあ早速こちらいただきます。いや、これやばくない、この濃度。すげえうまそうなんですけど。よし、ちょっと一口。いぶっこい。ぶっこい。ぶっこい。あれ、醤油の感じもそうだけど、もうとにかくこのうまみの詰まり方が半端じゃない。やば。ちょっともうこの麺いっちゃいましょうか。いっちゃってください。絶対うまいじゃない。うわ、いいね。うまうまそう。うめえ、めちゃくちゃうまい。うまいっすか。うん、それに尽きるわ。尽きますね。大戸屋さん系列のお店さんはさ、他の家系のラーメン屋さんと違って、メジャーのね製麺所の麺ではなくてさ、この大戸屋さんで自家製麺で作ってる麺を、まあ、全店ね、はいはい、使われてるの。なんていうのかな、バキバキ感というかな、はいはいはい、麺のコシの部分も強いし、パンにも似た香ばしさみたいなのがあるんだよね。それがね、この醤油感と合わさると超うまい。
米だね。米ですね。うん。うん。うまっ。うわ、うまそう。ああ、しみる。今日お願いしてよかった。でさ、どうしてもこう朝一オープンの時間って絶対忙しいと思ったから、うん、迷惑になっちゃうかなと思ったんだけど、どうしてもねこのそのオープン時のバチッと決まったスープが食いたくて、はいはいはい、朝一お願いしたのよ、うんうん、正解正解正解マジでうまい。そろそろこれ麺もね半分ぐらいになってきましたので、いただいてるトッピングですね、通常乗ってる海苔とほうれん草を、うわっこれ反則じゃないですか。やばいでしょこれ、めっちゃうまそう。出ましたナンバーワン、この食い方がいっちゃうまい。いやもう結構自分の動画でもさ、うちの私生活でも山ほど、多分人の数倍は家系食べてると思うんだけど、うん、どのお店行っても違くてさ、この店うまいわ。やっぱ前回来た気持ちそのまま2回目食っても。めっちゃ幸せそうな顔してる。うん、チャーシュー贅沢。やっばこれ、うん、いいっすか。めっちゃうまい。すんごい食べる。この燻製の感じがすげえうまいよ、はい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 、香りがさやばい、はいはい。最後のこれ味玉ますね。うん。あ、うまかった。ありがとうございました。いいね。ね、めっちゃいいよ。めっちゃすっきりとした顔してる。整うも。結構ね、やっぱ普段行くときは俺もこう薄味派なのよ。だから大戸屋さん系のお店行く際は結構ね。薄めで注文することが多い、はいはい、だから撮影だからってことで今回ね通常の普通の濃さというかそうでいただいてるけど、久々のもあってすげえうまいわ。やべえな、やっぱしびれるな、なんかこうバンとくる、バンと来てる、ドーンって突き刺さってる、伝わってますよ。まあ最近はさこういう並盛りとかも増えてるじゃん。で前陣と一緒に行く時もまあ最近は大体並盛り系か。そうですね、まあ、ちょっとだからデカ盛りとかもさ、こう食べきった達成感とか幸せ感もあるんだけど、やっぱ並盛りね、この美味しさで言ったらここに勝てるものはないからさ、通常の一杯っていうのかな、最高。あ、すいません、ありがとうございます。ごめんなさい、ほうれん草めっちゃ、はい、ありがとうございます。ということで本日の2杯目というか、まあ、最後なんですけど、今回ですね、本日いただきます2杯目がチャーシュー麺の方ですね。チャーシューが3枚と5枚のメニューがあるんですけど、今回は5枚で、でもちろん大盛り、
で海苔の方が2つトッピングして、ほうれん草もトッピングして、さらにこれね卵まぶしということで、これねご飯もの、やっぱ大戸屋さん系で言うと結構ねメジャーなメニューになってて、どこのお店行っても結構あったりするんだけど、まあこれをねちょっと合わせていこうかなと。行っちゃっていい？行っちゃってください。はい。いただきます。やっぱうまいな。せっかくヤーメン頼んでるから、この茹でたてのヤーメンの麺いってみる？いっちゃってください。うん、やっぱヤーメンはヤーメンでうまいわ。わあうまっ。普通の硬さも好きなんだけど、ヤーメン注文した麺が結構好きで、日常でその大戸屋直伝っていうお店さんに行くんだったら大体ヤーメンで注文するね。うん、ちょっとチャーシューも贅沢にいこう。個人的にはこの一口麺食べるときに海苔2枚とほうれん草、これプラスして食いたいの。だからねやっぱいつも頼むときも海苔トッピングを2枚しないと足んなくて。そうそう、海苔ダブルなんだよね基本的には。これね、めっちゃうまい。やっぱスープが強いから旨味とか香りとか、そこに海苔も負けないように2枚ぐらいがねちょうどバランスのいい香りって感じ、個人的には。なるほどね。うん、てかすごいな、これサービスってわけじゃないよね、青菜トッピング量多くね。うわすごいすごい。めっちゃうまそうでしょ。めっちゃうまそう。うまそう。日常で並盛り食べに行っても結構ね、海苔、海苔、ほうれん草、味玉っていうトッピングが個人的にはマストで、でトッピングが多いからさ、結構スープとかももう出てきた瞬間に踏めるぐらい熱いのがベスト。やっぱトッピングってちょっと冷えちゃうからさ。なるほどね。その点もう分かる通り、この家系トリオさん超熱い、最高。うん、やばいな。ちょっと、ちょっと振ってもらっていい？これね、大戸屋さん直伝のお店さんって結構この味変の調味料多いんですよ。大戸屋さんが自家製で作ってるこの刻み生姜だったりとか、無限ニンニク。これね、他社さんでは絶対ないようなトッピングもあったりとか、まあ普通の家系であったら、まあ間違いなくあるようなニンニクであったりとか、まあ、唐辛子とかごまとか、まあ胡椒なんかだったりとか、まあフライドオニオン、まあいろいろあるんだけど、毎回さ、撮影行くたびにさ、使おうと思ったけど、気づいたらないんだよね。使う前に。もう正直撮影のこととか全然考えてないもん。今普通にうまいラーメンを普通に食ってる。じゃあちょっと俺行っちゃおうか、卵まぶし行ってみてください。これすっげーうまそうっしょ。めっちゃ見た目やばいっすね。うん、やっぱいいね。なんかタルタルほどこってり感もなくて意外に優しいの、すっごい。だからこうして、うん、これこれね。めちゃくちゃやっぱ濃さ、濃厚さすごいから、この優しいのとここと合わせるとバチッて、バチッて、そうハマる。めちゃくちゃハマんの。ちょっと待って、これ計画的に青菜食べないと使い切んないから、一回ちょっと全部入れるわ。あとごめんなさい、今日の動画はもうあと黙々と食べるだけです、すいません。
わ。終わっちゃうな、俺。終わっちゃいますか。もうないよ。あと、麺も2、3口じゃない？これが正真正銘の本日のラストですね。そしたらお疲れ様でした。ということで本日はですね、こちら家系東京さんで、まあ、前回食べて美味しいなと思ったラーメンを撮影したいと思って、まあ、念願かなってね食べに行きましたけれども、最も最高に美味しかったです。家系といってもですね、いろんなジャンルがあるので好みにはよるとは思いますけれども、僕個人的にもですね、もうパンチが欲しいと、まあ、そういった時の家系食べたいなってなった場合には必ずこの大戸屋直系のお店さんに来るんですけれども、その中でも特にですね、この家系東京さんはこのパンチ力っていうのかな、ガツンと感はすごく強くて、立地的にも、ちょうど上野と秋葉原の間ぐらいですねにお店がございますので、若い方から、まあ、働き盛りの方からですね、まあ、いろんな方お客様いらっしゃいますけれども、おそらく今現状でいうとこの東京都内23区内でいうと大戸屋直系のお店さんっていうのは本当に少ないので、これ都内の方とかで、ね、遊んだりですとか、まあ、お近くに寄った際にこの美味しいパンチ力のある家系が食べたいなと思ったら、もうここ絶対に食べに来てください。間違いなく満足していただけると思います。で、今回はですね、通常のベースのラーメン、それ以外にもチャーシュー麺として頼んだんですけれども、まあ、基本的なベースは一緒。あとそれ以外にも、味付けネギが白とか赤とか、まあ、辛いのであったりとか、通常の味付けネギがあったりですとか、いろいろとトッピング、変更できますので、まあ、このあたりもですね、皆様の好みに合わせてカスタマイズしていただければと思います。はい、ということで今日はこんな感じかな。そうですね。はい。ということで本日はこんな感じで、この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ちなみに別に僕今回は毎日を食わせなかったわけではなくて、今日はちょっと胃もたれをしているらしいので控えていただきました。ご了承ください。